デイミアン・ジョーンズは、アメリカ合衆国、ルイジアナ州バトンルージュ出身のバスケットボール選手。NBA のサクラメント・キングスに所属している。ポジションはセンター。ルイジアナ州バトンルージュの高校から2013年に、バンダービルト大学に進学。2015年から、SEC のファーストチームに2年連続で選出。2015から16シーズンには、 平均13.9、得点6.9、リバウンド1.64、ブロックショットを記録し、同大学をフェスタスエジ入り、ジェフリー・テイラーらが在籍していた2011から12、シーズン以来の NCWA トーナメント出場に導いた。ジョーンズは4年生ではプレーせず2016年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。一巡目上位から中盤での指名が、 有力視されていたがドラフト前に怪我をしてしまったため評価が落ち1巡目30位でゴールデンステートウォリアーズから指名されたしかし1年目のシーズンは学生時代からの負傷に悩まされ10試合の出場に終わりプレーオフも NBA チャンピオンこそ経験したものの4試合の出場に終わった二千十九年七月ウォリアーズはジョーンズと二巡目ドラフト指名権を アトランタホークスのオマリスペルマンとトレードした。2020年11月30日にフェニックスサンズと契約。2021年2月23日に解雇された。2021年2月27日、ロサンゼルスレイカーズと10日間契約を結んだ。レギュラーシーズンプレイオフ。ありがとうございます。